レアルソフィエダさん、ついに久保をおもちゃにして遊ぶ、WWW、今日は敬老の日。レアル戦で無双した後にこれは草。ソフィエダの日本アカウントを運営してる人の国籍わからんけど、日本好きなの伝わってくる。コラ画像すぎて、公式だと思わなかったわ W。クケ草はみんなのアイドル。ギャルギャルの福徳みたいで笑う。一瞬、クロースに対する煽りかと思ったけど、なんか色々たがえくて草。ソフィエダの日本アカウントはほぼ、竹専用のアカウントだからな、WWW。竹ってソシエダ公式からいつもおもちゃにされてる印象。大久保義人とヒロミを足して2で割った感じ。マドリー戦でめっちゃ活躍した後にとんでもないのぶっこみんできてる笑い。久保は若いけどベテランなっても活躍できるテクニックとメンタルがある。この年でも活躍してたらキングカズ超えか。久保って検索するといろんな国の人がリアクションしてる。もう世界の久保になりつつあるね。スペインのトレンドの圧倒的1位が久保健英なのやばすぎるって。CL でさらに知名度上げてほしい。武田監督になったら、こんな感じになりそう W。レアル戦見たけど、今だったらロドリゴより普通に上。レアルでプレイしても遜色ないレベル。カットインからのシュートが、エグすぎても早めっし。幻のゴールシーン悔しいよな。お邪魔さばるやん。ソシエダ今シーズンなかなか勝てない。久保だけが孤軍奮闘してる。やっぱセルロートとシルバー抜けた穴はめっちゃでかい。年齢の割に髪サラサラなの草。